キルバーン駅は、ロンドン北西部、キルバーンにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ジュビリーセンウィルズデングリーン駅と、ウエストハムステッド駅の間にあり、トラベルカードゾーンにに属する。メトロポリタン線の列車も当駅を経由するが、当駅には停車しない。キルバーン駅は、英語幹線道路を、キルバーン、ハイロードとも呼ばれる、終点付近でまたぐ、高架橋の上にあり、 クリックルート地区から約1マイル南、ブロンズベリー駅から約200メートル北に位置する、ジュビリー線のホーム。右遠方をメトロポリタン線の列車が通過している。2006年9月撮影当駅は、1879年11月24日に、メトロポリタン鉄道が運営していた、メトロポリタンセントジョンズウッド鉄道のキルバーンブロンズベリー駅として開業した。 1933年にメトロポリタン鉄道がロンドン旅客運輸公社に吸収された後、1939年11月20日にベーカールーセンスタンモア支線に編入されるとともに、駅自体にも大規模な改修が行われた。1950年9月25日にはキルバーン駅に改称されている。2005年には全面的なサイト層、監視カメラの設置、照明の改善。 旅客案内装置の更新、トイレの改築、自列車案内装置の交換などを含む大規模な改修工事が行われた。ロンドンバス16、32、189、316、632の各系統とシニアバス N16 が当駅に乗り入れる。ありがとうございます。